どうも、西田渉です。本日なんですけれども、2020年スナップ最強装備っていうところでね、総額が約53万2200円っていうところでね、僕が今考える、これ最強のスナップ装備じゃないかなっていうところをご提案してみようかなと思っております。で、組み合わせとかもね、ほんと EF と RF をうまく組み合わせて、そして、最強のコストパフォーマンスというところでね、ご提案できたらいいかなと思ってます。今ね、僕は今一番気になってる装備っていう感じですね。ではね、早速なんですけれども、一つずつね、機材を解説していこうかなというふうに思っております。かなりね、シンプルな装備になっておりまして、全部のトータルでも約ね、2.5 キロぐらいで収まるかなというイメージですね。なんで最終的に全部入れてみて、で、そこで最後測ってみると。なんで僕はだいたい3キロ以内でね、スナップ1日持って歩く際は3キロ以内、できれば2キロ以内なんですが、3キロ弱までをだいたいの目処としてね、システムを組んでるんですよね。なんで軽くて、そしてコストパフォーマンスも良くっていうところで、皆様に解説できればいいかなというふうに思っております。まずはですね、カメラからいきましょうか。カメラはまず EOS R6 ですね。EOS R6 でいこうと思ってます。やはり R5 に比べても軽いっていうのと、値段がやはり R5 よりも15万安いっていう、ここ15万から20万ぐらいですよね。ここ一番大きな要素かなっていうふうに思っておりまして、で、僕も R5、R6 ともに使ってて、両方ともにね、遜色なく美しい写真が撮れると。そこがね、もう本当に素晴らしいのでね、今回は値段重視っていうところ、そして軽さですね。やはりね、50g 軽いんですよ。R5 よりもね。なので、それもかなりのね、1日持ち歩くっていうでは、かなりのメリットっていうかね、アドバンテージになってくるかなっていうふうに思ったりしております。なので、今回は R6 をお勧めする形ですね。で、くっつけて歩くレンズなんですけれども、EF の24-70 の F2.8 の2型です。それプラス、RF の 35mm F1.8 というところですね。なぜこの2本かというところもね、後ほど、細かくね、説明していこうかなと思ってます。なので、あとはマウントアダプター。今回はね、コントロールリングなしでいいかなというふうにね、思ったりしてますね。もう基本的にスナップする際はストロボとかも入れない上に、僕の場合は ISO はオートでいくんですよね。僕の場合、コントロールリングには半押ししながら ISO を割り当てているんですけれども、ISO はね、もうスナップの際はオートで全然 OK で、あとは M モードにしてシャッタースピードと絞りだけを変えてね、どんどん撮影していくスタイルなんですよ。なので今回はちょっとでも軽く、そしてここがね、もう何もないっていうのがね、こう一体感があって、僕の場合結構好きだったりするので、マウントアダプターがね。なんでこの装備でいこうかなと思ってます。普通のマウントアダプターと EF2470 っていうところですね。これなんでまずはですね、EF2470 を選んでるかと申しますと、まずは 2.8 の明るさがあるっていうところと、EF レンズの中では一番いいレンズですよね。これね、大三元の中で。で、写りをね、ちょっとずつ比べてみました。で、検証結果なんですけれども、2470の EF の方がですね、比較的 RF の2470に比べて色のりがね、いい意味で浅いんですよね。この浅いっていうのがどういうことかって言いますと、この、なんて言うんだろうな、爽やかさとかさらっとね、した描写をするには、逆に EF レンズの方が僕としてはね、最近いいかなっていうふうにちょっと思ったりもしていて、しかも追加でなんですけど、描写はそういった意味で、色のりがね、逆に浅い感じが僕はちょっと好みかなって最近思っている。で、さらになんですけども、重さです。これ重さがどういうことかと言いますと、RF の2470の F2.8 が約ね、重さで 900g 弱ぐらいあるんですよ。で、900g 超えるかなぐらい。まあ 900g ちょいぐらい。で、この2470自体がね、800g ぐらいなんですよね、重さがね。で、マウントアダプターが約 100g というところで、測るとですね、大体これで 900g 強なんですよ。900g ぐらい前後。で、考えるとね、RF レンズと RF2470 の重さ自体もね、変わらないと、マウントアダプターをつけたとしてもね、若干つけた時にここの分の長さは出てしまうんですけれども、すごく持った感じもね、別に悪くないかなって感じですね。この長くなったところで別にそんなに違和感がないという感じです。なぜなら EOS R6 と R5 になってからグリップがね、ほんと 5D 系のグリップに近くなったと言いますか、がっしりしてるんですよ。なんでここの安定性が増した分だけ、何らね、違和感なくね、持ち歩けるっていうところと、持っててこういう風に構えた時も、ね、結構安心感ありますね。ちょっとした長玉のような、ちょっとしたハーフ長玉みたいな感じですかね。なので伸びたとしても確かに結構長いんですけれども、こうやって持った時もね、そんなに違和感なく支えられるっていう感じですね。手ぶれのリスクもない。そしてもう一点は、ボディ内手ぶれ補正ですね。アイビス。先ほど実験とかでね、ちょっと撮ってみたんですけれども、やはりね、5段ぐらい効いてるかなってイメージですね。3枚撮ったうちの1秒露光、シャッタースピード1秒ですね。
こういう感じで1秒撮りました。こういう感じでね、こういう感じで3枚撮ったうちの2枚はね、あの OK かなって感じでしたね。クリアしている感じ。ちょっと解像感は確かにちょっとブレで落ちてはいますけども、普通に使う分には十分使えるっていうレベルなんですよ。なんで1秒でそれですから、1秒あえてするってことはそうそうないですよね。って考えると、まあ被写体ブレは別としても、手ブレを防ぐのであれば15分の1とかね、例えばであれば、もうね、間違いなく手ブレなしでいけますね。あの手ブレがすることはほぼないっていう。 70mm でこういう形で15分の1で撮ったとしても、おそらくは大丈夫かなっていう感じ。やはりボディ内手ブレ補正が入ってくれたおかげで EF レンズがね、復活してるかなっていうふうにね、考えたりしてるんですよ。でさらに描写自体も、僕自身が2470のこの描写、 EF のね、2470の描写がやはりいいかなって最近思ってるところもあり、そして一番のメリットは値段ですよね。かなり状態のいい中古が出揃ってて、それが13万前後ぐらいなんですよね。安いものになるとね、場合によっては11万とか。今やはりこの R システムに移行期になってるので、徐々にね、 EF レンズの値段がかなり落ちてきてるんですよね。正直ね、そういった意味でも今から EF レンズを狙うっていうのはね、コストパフォーマンス的にもありかなっていう感じです。あとボディの雰囲気はこういう感じですね。いかがですか？僕は結構ね、このマウントアダプター系の EF2470 のこの取り回しというかね、長さとかハンドリングはね、結構好きなんですよね。実を言うと EOS R 時代から結構気に入ってまして、なんで今回スナップにもね、これを一番推したいレンズっていう形でね、皆さんがおすすめしようかなというふうに思ったりしております。で続きましてのレンズなんですけども、やはりこの RF35mm の F1.8 ですね。これ最近僕すごく気に入ってまして、やはり軽い 300g、 マッチングが当たり前ですが、いいオートフォーカスの正確性、そしてやはりマクロですよね。これがやっぱり今回キヤノン RF レンズの、非 L レンズの単玉銀縁レンズよく作ってるなっていうね。今後 85mm の F2 のマクロも出ますけれども、この描写力をちょっと L レンズにも落としたものに関してはマクロを入れてくるっていうね、この設計思想とか商品構成が本当にね、うまくやはりキヤノンすごいなと思っているところで、なんでこれがカバーできない 2.8 よりも明るいレンズ F1.8 ですよね。さらに言うと接写ですよね。かなり寄れますから、でかなりマクロ撮影ができると、そうなると2本持っておくと、もうスナップとか海外にこの2本持って行って R6 とだけで行くってなっても、撮れないものがないっていうコンビになるかなと。夜暗くても 35mm のね、単玉の明るさがあれば撮れる。そしてその上でテーブルフォトとか食べ物とかね、そういったものも撮れるっていう意味で 35mm かなりこれね、描写いいですね。なんで今お気に入りのレンズですね。なのでこの2本が今回おすすめしようかなというふうにね、思ったりしてます。で続きましてカードなんですけれども、こちらをおすすめしておこうと思ってます。プログレードデジタルの SDXC の UHS-II のコバルトの 128GB、 15,000 ぐらいですかね。で、大体2000万画素、プラス R5 にステップアップしたとしても、1日撮影して 128GB ロー撮影して撮り切ることってほぼね、僕の中でもないかなと。ですが、映像も撮ったり、ちょっとね、ついでに記録、映像記録したり、で、ローで撮影したりと、そういったことを組み合わせると、128あればね、もうほぼほぼ問題なし、間違いないというところで、128GB をね、お勧めしておこうかなと思います。あとは、やはりね、プログレードのこの SLC メモリーでの書き込み速度 V90 あるのでね、 4K の 60p もこれで書き込めるっていう、間違いなく書き込めるのでね、そういった意味でもおすすめですね。めちゃくちゃ速度速いです。連写してもね、相当早く書き込んでくれるので、やはりこのコバルトやっぱいいかなというふうにね、最近も思ってますね。で続きましてやはりね、 LP6 の NH、 この今回の R5、 R6 になってから出た新しいバッテリーで、予備は1個は持っといてもいいかなというふうに思ってますね。この間も高沢圭介さんとコラボレーション動画して、動画撮りながら撮影してっていうね、もう気にせず電源もオンにしたまんまね、撮影をね、作品撮りしていった流れで、だいたい半日撮影して、もう最後の最後で、コメント撮りしようとした時に電池が切れたって感じだったので、やはりね、2本あると安心かなと思いました。2本あればもう確実に終日いろんな撮影しても持つかなっていうところですね。なので一つはね、やはりこの LP6NH の予備バッテリー1個は持っておいた方がいいかなっていう感じでした。で続きましてなんですけれども、ストラップですね。最近僕ね、ちょっとリニューアルしまして、今まではね、忍者ストラップ使ってたんですよ。細いタイプでね、忍者ストラップ 25mm かな。ですが、いよいよね、
こういった形で R5 とかも使うようになってきたり、 R5 にこの間2870の RF2870F2 をつけた時にですね、やはりちょっともう 25mm の忍者ストラップじゃ厳しいぞってなってきたので、1個ね太いタイプにしようと。そしてまあ忍者ストラップ僕気に入ってるんですけども、忍者ストラップだとここもねアンカーリンクスにダイレクトにつかないので、もう最初からね今回はピークデザインのねこのスライドライトブラックっていうねタイプにしました。スライドライトなんでね、ここが20-30mm ぐらいかな、3センチぐらいっていう形でもう十分かなと思ってます。これももう一個太いタイプもあるんですけども、よく言われてるのがね、このピークデザインの場合はこの折り込んだ時はね、ここがブワブワ太くなるわけですよね。これがやっぱり好きじゃないって方もいらっしゃるみたいで、僕もね、まあ、最近使い始めなんでここからちょっと検証かなと思ってますが、現状はやっぱりねこの安定感とたすき掛けにかけて引っ張ると、そしたらここがピタッとくっつくのでね、体に密着してるとやっぱ楽ですよね。あの負担がかなり、ここがブランブランになるとここがかなりね負荷がかかってきついので、で伸ばしてしまえばもうゆとりを持ってねこういう距離からこういう風に撮影できるっていう感じですよね。なので現状ね今使ってる限りだと僕の中では結構良さそうだなっていう風に、ね、思ったりしてますね。特に違和感なく使えそうな雰囲気があるかなっていう。で終わったら、撮影終わったらまあ電源を落とすなりロックかけるなりして、移動の際は絞ると、絞ってこういう感じですよね。このぐらいまでくっついてくれればいいのかなっていうふうに思って、ちょっとこのスライドライトブラック、これをね取り入れてみようかなっていうふうに思っておりますね。はい、こういった装備です。なので基本的にはこのスライドライトブラックとをつけて、そしてコバルト入れて SD カードで RF、 これは予備として持っておく、で暗い時とかのシチュエーション用にね、でバッテリーを持っておくと結構シンプルですよね。で最後はいつも通りのね、一つ前のモデルですけれども、ピークデザインのエブリデイスリングの5リッターですね。これを 35mm のレンズを1本入れて、予備バッテリーを入れてしまいます。でもうカードは僕の場合1枚ですね。それで、電源落としのこれで斜めに、ね、入れるような形になるかなっていうね、こういった感じでここにね、ここの跳ね上げの部分に 35mm を入れておいて、こういった感じ で閉じてしまって斜めに入れていく感じですね。斜めにこういった感じで入れようかなっていうふうに思ったりしてます。なので今回ねちょっとストラップが結構なんだろう、太くなってるんでね、この辺がちょっとグイッとした時にかさばりそうな雰囲気ありますよね。若干入れにくくなる。そういった意味では忍者ストラップはいいんですよね。テロテロしてるので貼りやすいっていうかね。なんで1話はこういった形で入りますね。まあこれからちょっとねストラップを今購入したばっかりなので、ちょっと付け方とか入れ方とかね、その辺のバランスは見てみようかなっていうふうには思ってます。ストラップ自体は外してガポッと入れて重ね入れ、上に入れてもいいのかなと思ってまして、で最後は重さですね。約おそらくは3キロ切ってるぐらいかなというふうには思うんですけれども、少々お待ちくださいね。ですね、2600g ですね、ちょうどね。これで 2.6 キロ。こういった形でかけます、絞ります。で、こういった形で持ってたときに、これで収まってますね。はい。これで何ら問題ないかなというふうに思っております。で出す時もこういった感じかな、こういった感じで出してっていうね。今後はねストラップでもやっぱストラップあった方がやっぱいいですよね。こう僕の場合移動中こういう感じですね。ここに肩掛けしながら、まあここはもう基本入れない、ただ一応支え持っていってはいるんですけども、後ろにかけてこういった感じの運用予定かなと。後ろにバッグかけておいて、前はこういった感じで、ここ絞っておいて撮影する段になれば落として撮ると、こういった感じっていう感じですね。でまあ、いつだったら、まあ、こういうふうに二重で入れることも時々あるんですよね、僕の場合ね。こういった感じで入れておいて、まあ、こういった感じですね、締めといて雨よけだけしておくとか、ここで支えてくれるのでね結構楽になるっていう、首がここの肩がねギュッとならないので、やっぱこっちの方が楽なんでね、こういった感じで重ね入れみたいな感じもしたりしますね。で必要な時だけすぐ取り出したり、必要じゃない時はこうやって入れて、ここで締めたりとか、こういった感じですね。なのでもしも 35mm 抜いてしまえば、もっとねゆとりを持って入れられるようになるのかなと。もうこれ1個だけっていうね、それもありかなと思ってますが、やはり旅とかに出てもうやっぱり暗いシチュエーションまで考えるとってなると、必然的にもう1本ぐらいは持っていきたいかなっていう心情ですよね。はい、なのでこういった感じ、トータルで 2.6 キロでしたね。 2600g ジャストでした。なのでシンプルですが、
今回の予算ですよね、予算が53万2200円っていう、概算です。中古で入れたりとかっていうところで、全てをね新品では構成してないですが、まあ、僕が購入すればそのぐらいの額かなってね、うまく中古と組み合わせてっていうところで、アルシクスは新品の価格とかで入れたり、これとか中古で5万3000円ぐらいの設定にしてますかね。で、53万であれば要はほぼほぼですけれども R5 のボディ1台分って感じですよね。で、予備バッテリーあったりカードあったりとか、カード入れたりとかって、もうこのパッケージングされてるじゃないですか。なんで R6 に落とすメリットっていうのも、落とすっていうかね、 R5 を買わずに R6 を買うメリットっていうのはまさにこういうところに出てくるから。バッグもついてくる、予備バッテリーもある、カードも128が1枚、RF35mm、 そして24-70 の大三元のレンズ、マウントアダプター経由っていうね。でも十分にこれで僕だったら、作品1個固定をするための作品を、撮ること可能かなっていうふうに思ってますね。僕の場合カラーオブシリーズを次例えばどこかで撮るってなったら、この2本だけで勝負して1つのね作品で賞を狙ったり個展を開催したりとかね、そういったことができるかなっていう装備として考える。そして53万円ぐらいの装備ですね。もう間違いなくね、いい写真が撮れる予感がしますね、この装備からね、僕の中でって感じですけれども、はい、素晴らしい構成かなっていうふうに思ったりしております。まあ自画自賛ですけどね、すいません。はい、いかがでしたでしょうか。皆様にもね参考になれば嬉しいかなっていうふうに思ったりしております。コメント欄もしくはねチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。